春風涼しでございますということで、音の講座が来週の月曜日、祭日の連休の最後なんでね、なかなかあの予定がもう入っちゃってるかもしれませんけれども、えー、プロが教える、えー、音編集講座みたいなのをですね、えー、東京でやろうかと思いますので、音に困ってる方はですねまだあの席がありますのであの、お申し込みいただければと思います。ということで、まあ、 ちょっとその簡単なっていうのはね、簡単でもないんだけど、あのー、実は参加する方からですね、こういうの困ってるということで、もうファイルを事前にいただいてですね、なるほど、32ビットフロートでこういうの取ってきたんだけどもえ、なかなかその音をうまく収めるのに苦労してますということで、あのいただいてきたものがあるんですけれども、まあ、ちょっとこの後ろでございますけれども、まあ、これはね、 あの講座の中でねあの月曜日よりもっと細かくやりますけどどんな感じのことをやるかっていうのはまずあのなんとなく皆様にお,お見せしたいかと思いますけれども、えー、これねちょいとちょいと聞きますと聞こえるかな、まあ、成田山新勝寺のですねあの読お経を上げてるところを録音してきたということでですね、まあ、なかなかいい。 いいですねいいものが取れてるんですけどもやっぱり太鼓の音とですねお響のバランスが30ミリフロートの場合難しかったということであの音をお預かりしましたけどもまあいやまあ実はね 春風鈴木さん史上最も難しい音と言ってもいいぐらいな録音状態になってるんですけど、音がね、割れてるとかそういう問題じゃなくてですね、あの、お経の声と太鼓の音の音量差が激しすぎて、まあ見ていただくとわかるんですけど、こんな風にですね、激しすぎてですね、あの、 どうしようもないねと、どうしようもないねっていう感じになってるんで、ちょっとまあ、今、この、あの、上の2つがミックスで、下がですね、各マイクっていうことなんで、ちょっと、えー、トラックをですね、えっ、ー、と、上のミックスだけにしようかな。これちょっと上のミックスだけになったんですけども、いや、はやはやはや、ここがでかくてね、もうスピーカー割れちゃいますね。 でここはまあ適正ぐらいなんだけど,ど要するにお経が適正レベルぐらいでまあそれに対して20デシベルぐらい。 あの太鼓がでかいなってことでこれをまあなんとかまずは波形を収めなきゃいけないみたいなことなんですけどもまあこれはね結論から言うとねきちっと直すのは不可能なんだけどまあなんとなくやってみましょうかでこういう音の幅のことをダイナミクスって言うんですけどもダイナミクスのコンプレッサーコンプレッサーっていうのはある範囲にキュッとこう収めるよってことなんでまあこれあのフリーかなサウンド スタジオっていうフリーの,あの音編集ですけども、あのー、それ使ってみますかね。で、これ、ピークと平均音圧とあるんですけど、まあ、平均音圧でやってみましピ、ピークの方が分かりやすいんですけども、これどうどう、どういうことかっていうと、最大の、最大の音量を、まあ、どこまで、まあ、大きい方の音をね、どのくらい下げるか、あ、こっちでやった方がいいかあ、あの平均音圧ですね。 大きい音を、まあちょっと20デシベルぐらい下げて、小さい音を10デシベルぐらい上げると、まあ同じぐらいかなみたいなところで、ちょっとここ、これが、あの、どのくらいそれを大げさにやりますかみたいな話なんだけど、まあとりあえずこのぐらいにしておいてみましょうか。えっと、大きい方を20ぐらい下げて、ちっちゃい方を10ぐらい下げ,上げますよっていう設定です。ちょっと、この下の方の幅が、 上がって上が下がるよってことなんでちょっとやってみましょうねドンってやるとなんかできましたね下の方の音が大きくなって太鼓のでかい音がさすが32ビットフロット割れてないですねなのでこれ聞いてみるとですよ まあ、中感じなんですけどね波形だけで見ればまあなんとなく直せるんですけどまああのー、難しいねお経の声に対して太鼓はでかいから太鼓に合わせて太鼓が鳴ってるところのボリュームを下げちゃうと当然のことながらお経の声もちっちゃくなっちゃうわけだからこれは実はですね取り方を失敗したということなんですけどもまあ一応使える音にはねなるっていうことなんですけども。 まあこんな風にしてですよ、あのー、音の編集っていうのはやっていきます。こんなようなことのですね、えー、詳しいのをですね、健康と沖縄さんの鍵数をお借りして、えー、やろうかなというふうに思っております、えー。14日ね、来週の月曜日です。祭日です。ということで、あの皆の週お越しいただければというふうに思います。まあ、今んところね、 困ってる音を送ってくれっていうのはひ、お一方だけ送ってきてくださったんで、えー、それで音をやってますけど、他にもね、あの自分の素材でこんな音になっちゃったんだけど、これどうしたらいいのっていうのがあればですね、ぜひ、あの、事前に私にお送りいただければ、ちょっと、うまいことやってみようかなというふうには思いますけどね。まあ、これ以外に、まあ、映画で撮ってきた音、 をあのー、実際にプロの録音技師が撮ってくるとこんな音になってるよとで、それを編集時にはこんな扱いをしてこうやって作っていくよみたいなところの講習をやってみたいかと思います。えー、1時ね、13時に始まって2時間ぐらいの講習なんじゃないかな、うん、という気がしますね。まあ、4 50分やってちょっと休んで4 50分っていう感じの、あのー、 講座になると思いますで、後半戦はですね、あのーえー、懇親会ということで、フリータイムなんですけども、某謎レンズをですね、お披露目できんじゃねえかなという、お披露目というか、ちょっとみんなに触ってみてもらって感想を聞きたいなという気もするので、なんか、特別ゲストも来ます。誰が来るんだろうね、特別ゲストも来ます。ということなので、まあ、晩鐘を繰り合わせの上、はるかで涼しを冷やかしに来ていただければと思います。来週の 14日、えー、月曜日でございます。まだまだお席ありますので、えー、お待ちしております。ということで「春風涼し」でした。